どうした？ありがとうございました。なんかどこも食べ物が美味しそうでした。なんか全部当たり、はい、当たりのとこに行ってるな、美味しそうだなってすっごい腹減っちゃって。こういったロケで初めましての人が仲良くなっていくんですよね。スタジオでこうなかなかね、はい、一緒になってもね、こうすぐ解散みたいになっちゃうんだけど、こういう旅物のロケっていうのが一番仲良くなるんで、とてもいいことではないかなとは思いますよね。やっぱね、天気大事だなって思いました。そうね、で誰が悪いってわけじゃないんですけど、川の会はかわいそうだった。やっぱ太陽がね出てると見てる方も気持ちいいんですよね。明るい荒川ちゃん救いだったね、そんなの、ね、そうそう、うん、皆さんでドライブに行ったり、なんか本当に休日を楽しんでいるところを覗き見させていただいているような、なんかすごい私もなんかもっとこの夏もう少しだけど楽しみたいなっていうふうに思いました。野の会なんか個人的には行きたいなって最初思ってたんですけど、あんなにしっぽりしてるとは思わなくて行かなくてよかったなと思いました。そうか、野の会でも行けるんだもんな。そうですよ。そうかそうか。また別の会があったら行きたいです。行きたくないな。いいな、野も入れて村も入れて。